確かに。じゃあまたな。ちょっと待って、なんでこんなしょっちゅうお金払わなきゃいけないの。うちは基本統合、10日で5割の利息取ってっけど、ギャンブルでの借金の利息は毎日取り立てる。1日3割悲惨だ。いつまでママの借金を払わなきゃいけないの。そりゃ借金払い終わるまでだろ。だからなんで私が。親子だから。利息は何とかする。でもママが借りた元のお金は払わない。ママの借金はママから取り立てろ。根性あんな。しかし何言ってやがんだ。体売らねえで親父と飯食うだけで楽に金稼いでるくせによ。体は売ってねえが心を削ってんだ。楽に稼ぐことになれると5000円の食事が当たり前になって感謝しなくなる。感謝する心を少しずつ金に変えてんだ。あいつはそれに気づいてね。あいつには気をつけた方がいい。殺されてたお前。おしまいだよ。金で買えないものはない。全てを支配することができる。借金の取り立てだ。前から試したかったんだ。金は奪うか奪われるかだ。犯罪者のくせに偉そうにしてるやつはね、示談金取ってやろうと思ってな。いつまでママの借金を払わなきゃいけないの。そりゃ借金払い終わるまでだろ。だからなんで私が。親子だから。強盗殺人を犯したって噂なる肉まむしに目をつけられたみたいだ。何なんだこいつ。ミコちゃん賛否してくんない。は、若さは金になるのよ。早いもん勝ちだよ。お願いします。おろおろおろ。こじきだな。今すぐ100万円持ってこい。体を売ってねえが心を削ってんだ。感謝する心を少しずつ金に変えてんだ。あいつはそれに気づいてね。つまずいてたまるか。ありえない。バカじゃない。誰も守ってくれねえ。すべて自己責任だ。逃げられると思ってんの。映画闇金牛島君。